広島西郵便局は、広島県広島市西区にある郵便局である。民営化前の分類では、周廃普通郵便局であった。住所、郵便番号733-8799広島県広島市西区天馬町後の住民営化前は、以下の場所に出張所として ATM を設置していた。民営化後も、同じ場所に ATM があるが、 管理は、ゆうちょ銀行広島支店となっている。分室はなし。過去に存在した分室は、以下の通り。広島西郵便局の前身は、現在の中区大手町に所在していた、広島郵便局で、広島市で最初に設置された郵便局である。当時の局舎は、1893年春行の、モルタル塗り地上3階、地下1階、一部レンガ造りで正面に、 時計塔を持つモダンな建物で、近隣の県産業省霊館と並ぶ、町のランドマークとして、原爆被災による壊滅まで市民に親しまれていた。また、局の南側を走る東西通りは本通りから元安橋を経て、対岸の中島本通りに至る、旧西国街道以来のメインストリートであり、近隣には多数の金融機関が店舗を置いていた。 その期限は1872年1月設置の広島郵便取扱所まで遡る。この郵便取扱所は、その後1873年4月に広島郵便役所、1875年1月に広島郵便局、1889年7月に広島郵便電信局と頻繁に解消が行われたが、1903年4月の 広島郵便局への再解消でようやく定着した。しかし市民にとっては広島で最も古くかつ重要な郵便局であることには変わりなく戦前には一般に本局の通称で呼ばれていた。業務に関しては1878年には貯金取扱いを開始するなど局として整備が進み、また20世紀に入って広島の軍と 平坦基地化が進行したことから大量の軍事郵便も扱うようになり、国内通信業務の一大拠点となっていった。この結果、原爆被災の時点では、郵便、貯金保険、貯蓄業務など5課からなり約410名が勤務し、1日あたり、普通通常2万5千通で、小包は600個に上った。1945年8月6日朝、 B-29 爆撃機エノラゲー号から投下された原子爆弾が同じ細工町内で通りを挟んで西向かいに所在する島病院の南西側の上空約600メートルで炸裂した。原爆炸裂で発生した爆風、高熱により上述の局舎は外装していた赤レンガの一部分を除いて大破、炎上し280人余りの職員。 動員学徒はほぼ全員が即死した。死没者の45%は家庭の主婦や女学校からの動員学徒よりなる女性であり、また局舎内の育児室にいた幼児も犠牲となった。局舎の焼け跡にはおびただしい数の白骨と黒焦げの死体だけが瓦礫と共に残っていたという。1953年8月には広島郵便局巡職者の日が、 七三町のタモニ院に建てられ、犠牲者として判明していた288人の職員、動員学徒、引率教師の名前が刻まれた。1975年8月には、上野の有志により、旧広島郵便局の巡職の日が、元安橋東詰の旧局舎所在地近くに、混流されている。原爆被災の翌年の1946年9月、つぼねは、 広島市元町に移転、バラック建てで再建された。1958年11月には、広島駅前郵便局が、広島郵便局に改称したことに伴い、当局は長年親しまれた名称を、広島西郵便局に改め、1961年3月には、天馬町に移転、現在に至っている。ありがとうございます。